今日は3月8日ユニクロ U の春夏の新作発売日か。だけど朝起きて窓開けたらうっすら雪降ってるんだよな。寒いしまだちょっと春夏物買うようなテンションじゃないんだよな。とは言っても結構僕の動画楽しみにしてくださってる方もいるかなと思うので、これは全力で動画を撮らないとなということで、皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、本日3月8日に発売となりましたユニクロ U の春夏の新作ですね。こちら今日店舗に行ってですね、実際に試着をしていろいろと検討しながら僕の方で4点購入してきましたので、大人の男性に向けてしっかりと解説をしていきたいなと思っています。先日ですね、事前動画としてウェブのページを見ながらですね、この辺りがおすすめですよということをお伝えしました。だけどもですね、実際のところ商品を手に取って素材の質感だとか色味だとかディティール、サイズ感ですね、この辺りを丁寧に感じ取りながら実際に買うかどうかというところですね、これは写真を見た感想とはまた違ってくるかなと思うんですね。ですので今回の動画は先日の動画の答え合わせ的な位置づけで、実際のところどれが良かったのか、どれを買ってどれを見送ったのか、この辺りをですね皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。ユニクロ U は数あるコラボレーションの中でも結構長くやってるものなので、割とこう定番的な位置づけのものもあったりだとか見慣れたものも多かった印象なんですが、その中でも今回選んだ4点は結構仕上がりが良かったかなと思うので、ぜひ皆さんもですね楽しみにしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際に僕が購入したユニクロ U の春夏の新作商品を皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1着目は僕が今着ていますこちらのシャツですね。商品名はユーティリティオーバーサイズシャツ、色はですねライトブルーを購入しました。ちなみに価格は4990円というところで、このあたりの価格帯はやっぱりありがたいポイントになってくるかなと思っています。こちらは事前の動画にもですねおすすめアイテムとして挙げていたものになるんですが、実物を見たところ写真よりもさらに魅力的な商品だなと感じたので、これは迷わず購入をしました。ちなみにサイズなんですが結構注意が必要かなと思ってまして、僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、ちょっとトレンド感のある着こなしとかサイズ感が好きなので M サイズをよく着るんですけども、こちら M サイズを着たところちょっと大きい感じがしたんですね。ですので1サイズ下げて S サイズを着てみたところ、これぐらいでバランスがいいかなと思ったので、今回はこちらをですね購入しました。一周回ってみるとこんな感じです。サイズ感はですねやっぱりこう緩めのバランスになっていまして、このあたりはすごく今っぽいテイストになっているかなと思います。デザインはですねユーティリティシャツがベースになっていまして、いわゆるこうミリタリーのですねデザインを採用しているんですね。レギュラーカラーになっていまして、胸元には大きめのですね蓋付きのポケットが2つ付いています。これがあることでちょっとミリタリー感があるようなデザインなんですが、カラーが結構爽やかなので、そんなにこう男っぽい感じにはなりすぎないのがバランスがいいかなと思っています。そしてこのポケットのおかげでですね、通常のシャツに比べるとアウターっぽくも見えるところがあるので、春先にこのように T シャツの上にさらりと着るだけでちょっとこうライトなアウター的な位置づけにもなってくれるかなと思うので、このあたりもバランスがいいんじゃないのかなと思っています。でちなみにですねポケット2つ付いていまして、左ポケットの上ですね、ここに玉縁ポケットっていうものが付いていまして、見えますかね、これがですね実用性はどうなのかちょっと分かりません。使うかどうかは分かんないんですが、一つのディティールとしてすごくバランスがいいので、すごく凝った作りになってるかなと思います。また背中の方を見てもらうと分かるんですが、ベンチレーションが付いていますので、この辺りですね通気性を確保してあるんですが、それよりもこうデザインのディティールとしてこの辺りも効いてくるかなと思うので、どの角度から見ても非常にバランスのいいシャツに仕上がってるんじゃないのかなと思っています。で一応ですねこの前立ての部分にですねループがありまして、ここにですねサングラスをかけることができるんですね。ちょっとやってみましょうかね。こんな感じでかけることができるんですが、実際やるかどうかちょっと絶妙なところなんですが、このような細かいディティールまでもしっかりと作り込んであるので、これは完成度めちゃくちゃ高いなと思いました。ちなみに色なんですが3色ありまして、全部試着しましたが
どれも良かったです。このシャツ自体が非常にバランスが良かったのですごく迷ったんですが、まずはライトブルーを購入しました。このような色味のシャツアウターって実は結構珍しいなと思ってまして、ライトブルーということでホワイトに近いようなかなり明るめのブルーになっています。まあ、ブルーといえばブルーなんですが、ライトグレーと言われてもわからないかなというような色合いで、すごく品があっていいなと思います。春らしい清潔感、清涼感があるような色合いで、意外とこのようなシャツアウターで珍しい色合いかなと思うので、今回は僕もいろいろと商品見た中ではこれが一押しのアイテムになってくるかなと思います。まあ、今回はこのブルーのシャツの下にですね、ボーダーのカットソーを合わせました。まあ、色はグレー系を使っているので、このシャツとですね結構相性のいいような雰囲気にしているんですが、でこのシャツ自体がちょっと透け感があるんですね。コットン 100% で風合いもいいんですが、少し透け感があってボーダーのラインがうっすら見えるんですが、このあたりも含めてちょっと軽快な感じがするので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いました。もちろん下は白 T シャツとかそういったものでもバランスがいいので、皆さんもお手持ちのもので合わせていただきたいなと思います。まあ、ちなみにボトムスはですね、上半身はちょっとこう明るめに仕上げて、ボトムスはブラック系で引き締めるというのが一番ですねやりやすいコーディネートかなと思うので、このような形でコーディネートを組んでみました。これは春のライトアウターとしてはすごく重宝するかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもおすすめしたいアイテムかなと思っています。ちなみにですね、3色展開で最後まで迷ったのがブルーだったんですね。これもすごくいい色で、このライトブルーとはまた違った使い方できるよなと思って、結局迷った結果ですね、こちらのブルーも購入してしまったんですね。これもね非常に色合いが良くて、事前動画でもですね皆さんにお勧めしていたと思うんですが、実物も本当に良かったので、ちょっと次はこちらに着替えながら解説をしてみたいと思います。はい、ということで続いてブルーを着てみましたが、いかがでしょうか。非常にいい色合いに仕上がってるなと思っています。普段の僕だったらこっちを迷わず選びそうなんですが、今回はライトブルーがちょっと今までにないようなアプローチだったので、まずはそちらを選んだわけなんですが、こちらの深めのブルーもなかなかバランスが良くて、表記はブルーなんですがちょっとこうグリーンっぽくも見えるので、このあたりがユニクロ U らしい曖昧な色使いで、なかなかバランスがいいなと思います。コットン素材のですね程よい張り感と、あとはちょっとシワも入ってる感じと、さらにはライトブルーの時にはあんまり感じなかったんですが、ちょっとこう微光沢感もあって、このあたりにも品の良さが感じられるのかなと思います。おそらく一般的にはこちらのブルーの方が使いやすくて、ちょっとこういった濃い色のですねシャツアウターが飽きてきた方だとか、バリエーション増やしたいなという方がライトブルーを買うと、よりですね着こなしの幅が広がるかなという感じかなと思います。ちなみに先ほどお伝えしてなかったんですが、こちらにですねボタンがついてるんですね。これ何なのかと言いますと、腕をまくってボタンで止められるような仕様になってるんですね。ただ僕はこれ実際はやらないと思います。もちろん腕まくりして着ることもいいかなと思うんですが、あまりこうがっつりまくってしまうよりは、まあ、2折りぐらいするぐらいで、ちょっとこう手首のあたりが見えるぐらいが僕は大人っぽくてちょうどいいかなと思うので、実際ここのボタンまでは託し上げることはないかなと思うんですね。まあ、このような形で腕まくりをしてあげると、まあ、バングルだとか時計だとかそういった小物もちょっと見せることができるので、春から夏にかけての間でも結構使えるかなと思うので、このシャツは名作だと思います。ぜひ皆さんもですねライトブルーかブルー、どっちが好きなのかですね、コメント欄で教えていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ていますこちらのアウターですね。商品名はですねユーティリティフーデッドジャケットですね。色はブラックを購入しました。価格が8990円ということで、春のライトアウターとしてはこれまた非常に使いやすいかなと思いますし、今時期でも気温がですね12度を超えたらこのあたりのアイテムは結構活用できるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介ができればなと思っています。ちなみにサイズなんですが、先ほどのシャツアウター風のアイテムに関しては S を購入しましたが、こちらはですねなんと L サイズを購入したんですね。今回のユニクロ U のアイテムに関しては結構アイテムごとにサイズ感がバラバラなので、通常であれば僕は M を選んどけばそんなに失敗はしないんですが、結構アイテムごとに細かくですねサイズを変えていくことが大事なのかなというのをすごく実感してるんですね。まあ、こちらのアウターに関しては短丈系のアウターですね。丈が短いので M サイズを着た時にちょっとコンパ
パクトすぎるかなと思ったので、あえてワンサイズ上げてみました。まあ、全体のデザインのバランスで言うと、ちょっと丸みのあるような雰囲気なので、ワンサイズ上げたところで極端に大きい感じが出ないかなと思うので、このあたりのサイズ感には注意が必要かなと思っています。デザインはですね、フィッシングジャケットをベースにしてありまして、その結果丈も短めの仕上がりになってるんですね。大きめのですね、腰のポケットが特徴的なんですが、まあ、こちらもですね、デザインの一つのアクセントになっていますし、収納量も結構しっかりめに確保できます。で、横からもですね、こういった形で手を差し込むことができるので、まあ、このあたりも安心感があって、なかなかいいポイントになってくるのかなと思います。で、フード周りが結構しっかりめに襟が高めになっていますので、前を開けた時のですね、この襟の座り方といいますか、開き方がすごくバランスがいいんですね。このあたりもですね、ちょっとこう今っぽい仕上がりになっていまして、短丈系のアウターでカジュアルではあるんですが、どこかこうモード感の漂うような大人っぽい仕上がりになっているので、個人的にこれはすごく気に入っています。で、素材はですね、コットンとナイロンを混合してあるんですが、あまりスポーティな雰囲気になりすぎずに、生地の風合いもすごくいいし、チープさが全くないので、このあたりもさすがの素材選びだなと思っています。ちなみにこの裾の部分なんですが、このようなコードがついていまして、裾を絞ることができるんですね。今も実際にちょっと絞った状態なんですが、そうすることで、よりこう丸みが強調されたりだとか、今っぽい見え方になるんですが、その際にちょっとだけ着丈が上がるので、それを考えると、サイズ感ちょっとゆとりを持たせた方が、よりですね、バランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、丈の短いアウターなので、まあ、なるべくシャープにするのが、僕は大人っぽくて、バランスがいいかなと思ったので、今回ブラックを購入しました。その内側にはですね、ブルー系のバンドカラーシャツを入れてですね、ちょっと着丈の長さの違いというところを楽しみながらですね、コーディネートを組んでみました。まあ、上半身はこのブラックのアウターの効果もあって、ちょっと引き締まるので、ボトムスは春らしいホワイトを持ってくることで、まあ、全身のバランスをですね、重たすぎないように調節するとすごくバランスがいいかなと思います。スポーティーな要素もありつつ、モード感も感じるこちらのアウター、なかなかバランスがいいので、ぜひ皆さんもチェックしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト4点目はですね、僕が今着ているニットポロシャツですね。価格は3990円になっています。これまたですね、先日の動画で事前にですね、皆さんにお勧めしていたアイテムなんですが、まあ、実際に商品を着てみたところ、まあなかなかバランスが良かったので購入をしてみました。このようなポロシャツというのは結構大人世代にとってはマストアイテムの一つなんですが、一歩間違えるとおじさんっぽくなるので意外と難しいアイテムかなと思うんですね。なるべくおじさんっぽく見せないためには、ポロシャツの色選びがまず大事だなと思ってまして、なるべくシャープに見えるブラックですね。これを選んであげることが大事なのと、あとは素材使いもすごく重要だなと思っていまして、こちらはニットポロになってるんですが、大人っぽい上品さが漂うような素材感なので、割とこれだったらおじさんっぽく見えないで、大人世代もシャープに着ていただけるのかなと思っています。まあ、デザイン的には結構シンプルに見えるんですが、実はですね、よく見てみると凝ってる部分がいくつかあるんですね。まずは袖丈ですね。一般的なポロシャツって結構袖短いものが多かったりするんですが、これ大胆に長めになってるんですね。このあたりも一つのアクセントになっています。腕の関節よりもちょっと長いぐらいなので、結構バランスとしては長めかなと思います。一方で、着丈に関しては結構コンパクトめになってるんですね。袖長めで着丈が短めというところで、ベーシックなポロシャツなんですが、このあたりのサイズ感というところは、ちょっと癖があって、思ったよりもベーシックではなくて、ちょっと特徴的なイメージもあるかなと、そんなポロシャツに仕上がってるかなと思います。で、素材はニットを使っていますので、ちょっと地厚で体のラインを拾いづらいというところも、なかなかありがたいポイントかなと思っています。真夏に着るというよりはどちらかというと真夏の手前までにですね活躍するようなアイテムかなと思っていまして、まあ、ニット素材でちょっと厚みがあるので、まあ、春先であればこの上にですねジャケットを羽織ったりだとか、まあ、この後をやってみたいなと思うんですが、セットアップの内側として着るのもすごくいいかなと思います。もうちょっと季節が進んだらですね、内側に白 T だとか今僕が着てるようなボーダーのカットソーですね、このあたりを着てちょっと見せながらですね重ね着してあげるのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。僕は今ですね、ボトムスはグレー系のものを合わせまして、モノトーンで全身をコーディネートしてるんですが、まあ、ポロシャツというアイテムもですね、いつも通りのベージュのチノパンだとか、デニムで合わせてしまうと、結構おじさんっぽくなるので、ちょっとスラックス見えするような綺麗なボトムスを合わせてあげると、なかなかバランスがいいのかなと思っています。まあ、僕自身ですね、初夏に着るんだったらこのようなコーディネートを想定してるんですが、やはりですね、先ほどもちょっと触れましたが、セットアップの内側として使うのもすごくバランスがいいかなと思うので、この後ちょっと着替えてみたいと思います。はい、ということでちょっと着替えてみましたがいかがでしょうか。ネイビーのセットアップの内側にですね、先ほどまでご紹介していた黒のポロシャツを着てみましたが、
このような形であれば割とですねビジネスシーンでも使えるような着こなしも簡単に組むことができるかなと思います。ニットポロはですね僕はどちらかというと1枚で着るよりはこのようなセットアップの着こなしにこそ映えるかなと思うので、ぜひ皆さんも使っていただきたいなと思っています。今はネイビーのセットアップでちょっと緩めのものですね。先日もですね店舗でご紹介しましたがグリーンレベルさんの今季のですねセットアップを着ているんですが、ネイビーのセットアップだけじゃなくてグレー系のセットアップとも相性がいいかなと思いますし、ネイビージャケットにグレーのパンツという組み合わせの中にですねブラックのポロシャツという着こなしもいいかなと思うので、割とビジネスシーンでも使い勝手がいいのがこのポロシャツかなと思うんですね。先ほど結構袖丈が長くて着丈が短いのが特徴的だというお話をしました。そのあたりがちょっと苦手に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、このように重ね着をするとちょっと着丈が短い方がジャケットの内側としては収まりがいいんですね。これが長すぎるとジャケットよりも長くなってしまうのであんまりバランスが良くないので、そのあたりは重ね着を考えるとよりバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね単体で着るかもしくは重ね着のベースで着るか、どちらかで活用できれば非常に使い勝手のいいアイテムかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。いやいかがでしたでしょうか。皆さん今回の動画ではユニクロ U の春夏の新作のアイテムの中から特に僕が気に入ったものをですね4点購入しまして皆さんにご紹介させていただきました。全体を通して見てみると割とですね定番的にやってるようなものも多くて、カーディガンだとかニット T シャツだとかそのあたりも安定感があって良かったんですが、今年らしくてめちゃくちゃいいなと思ったのはやっぱりですね今回はこちらのちょっとオーバーサイズのですね UTT シャツですかね。これが個人的には一番気に入っているアイテムかなと思います。シャツ感覚で重ね着に着ることもできますし、春先にはアウター感覚で T シャツの上にさらっと着ることもできたりして、色味もすごく綺麗なので、今回のユニクロ U の中ではマストバイはまさにこちらかなと思っています。他にもボトムスもですね良かったですし、ロング丈のコートに関しても物としては良かったんですが、やっぱり今時期着るにはちょっと丈が長すぎるかなということで今回は見送りましたが、ぜひ皆さんもですね実物を見てこれ良かったよというものがあったらぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。